第17回日本スカウトジャンボリーとは、2018年8月4日から8月10日に、日本の石川県鈴市リフレッシュ村鉢が先で、開催された、ボーイスカウト、日本連盟主催のスカウトの大会。17NSJ とも表記されることがある。本大会は7日にわたり、日本と周辺各国からおよそ1万3000人が参加した。大会テーマは、 冒険のとの力未来へ。また、石川県での日本スカウトジャンボリー開催は、2006年に開催された第14回日本ジャンボリー以来。本大会では、能登の自然を生かし様々なプログラムが行われた。また、事前申し込み制によるエクスカーションプログラムも行われた。6つの参加者用サブキャンプが設置された。関東ブロック担当。115区画で、 宿泊人数は約4130人。茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、神奈川、山梨、東京が使用。北海道、東北ブロック担当。13区画で約宿泊人数は約440人。北海道、青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島が使用。中部ブロック担当。十五区画で宿泊人数は 約2800人。新潟、富山、石川、福井、長野、岐阜、静岡、愛知、三重、ガールスカウトが使用。近畿ブロック担当。62区画で宿泊人数は約2400人。滋賀、京都、兵庫、奈良、和歌山、大阪が使用。中国、四国ブロック担当。18区画で宿泊人数は約680人。 鳥取、島根、岡山、広島、山口、徳島、香川、愛媛、高知が使用。九州、沖縄ブロック担当。17区画で宿泊人数は約620人。福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄が使用。今大会では初となる専用スマートフォンアプリが開発された。 以上2曲を収録した CD が会場内で発売された。またアンブランファードからもシングルが発売された。第17回日本スカウトジャンボリー。ありがとうございます。